2024年9月23日、ナンバーアンダーラインアイがオリコンデイリーデジタルシングルランキングで歴史的快挙を達成。最新シングル、透明になりたいが堂々の1位を獲得しただけでなく、2位から5位までを独占するという圧倒的な強さを見せつけました。2024年9月23日、オリコンデイリーデジタルシングルランキングにおいて、ナンバーアンダーラインアイが歴史的な快挙を成し遂げました。彼らの最新シングル、 透明になりたいが堂々の1位を獲得し、それに続く2位から5位までもすべて彼らの楽曲が独占するという圧倒的な成果を上げたのです。この瞬間、多くのファンや関係者の間で歓喜の声が上がり、SNS 上でも大いに話題となりました。しかし、この成功の背後には何があったのでしょうか。そして、なぜ彼らはこれほどまでに支持を集め続けることができたのでしょうか。この記事では、 ナンバーアンダーライン愛の成長と音楽シーンへの影響をひも解きながら、その成功の秘密に迫っていきます。ナンバーアンダーライン愛は、その結成当初から得意な存在感を放っていました。多くのグループが既存の枠組みにとらわれる中、彼らは常に独自のスタイルを追求し、リスナーとの新しい接点を模索してきました。透明になりたいをはじめ、今回ランキングに名を連ねた、 ゴートレシピ INZM by7 分の24といった楽曲も、その独自性を象徴しています。これらの曲は、単なる音楽としての楽しさを超えて、深いメッセージ性や感情的な共鳴を提供しています。特に、透明になりたいは、多くのリスナーが日常の中で感じる葛藤や孤独感を鋭く表現しており、幅広い年齢層の共感を呼びました。リリース直後から SNS では、 自分の気持ちを代弁してくれた、という声が多数寄せられ、まるで一つの現象のように話題が拡散していったのです。このような強力なリリースを支えるのは、彼らの音楽制作への真摯な姿勢です。ナンバーアンダーライン愛は、リスナーの心に深く届くメロディーや歌詞を重視し、時間をかけてそれを丁寧に紡いでいきます。レシピにおいては、メンバー自身が作詞作曲に関わり、 自分たちの個人的な経験や思いを直接的にリスナーに届けようとしています。これにより、楽曲は一層リアルで力強いものとなり、リスナーとのつながりをさらに強めているのです。また、強盗や INZM など、異なるジャンルを取り入れた楽曲においても、彼らは自らの音楽的ルーツを反映しながら、新しい要素を加えることで常に進化を続けています。この進化は、単に流行を追うのではなく、 独自のアイデンティティを保持しながら新しい挑戦を続けるという彼らの姿勢そのものを示しています。ファン層の広がりも彼らの成功を支える重要な要素です。ナンバーアンダーライン愛は特に若年層からの支持が厚いとされていますが、それだけではなく30代から50代までの幅広い年齢層からも厚い支持を得ています。SNS を通じて若い世代に浸透した彼らの音楽は、 感情的な深みやメッセージ性を通じて、より成熟したリスナーの心も掴んでいます。例えば、倍7分の24の歌詞には、日々の疲れから解放されたいというテーマが描かれており、忙しい日常に追われる大人たちが共感しやすい内容となっています。このようにして、ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループの枠を超えて、幅広い層に支持される存在となったのです。また、彼らの成功には、 テクノロジーの進化も大きな役割を果たしていると言えます。ストリーミングサービスや SNS の普及により、彼らの楽曲は瞬時に世界中のリスナーに届くようになりました。特にデジタル世代において、彼らの音楽はリリースと同時に大量のシェアや再生が繰り返され、これがさらに話題を呼ぶ形となっています。今回のオリコンランキングでの快挙も、このようなデジタル時代の流れをうまく捉えた結果だと言えるでしょう。しかし、 ただデジタル戦略に頼るだけではなく、彼らはリアルなライブパフォーマンスやファンイベントにも力を入れており、オンラインとオフラインの両方でファンとのつながりを築いている点が他のアーティストとは異なる大きな強みです。ここで一つ考えたいのは、ナンバーアンダーライン愛がこのような急成長を遂げた背景にある社会的な変化です。近年、日本だけでなく世界中で音楽業界は大きな転換期を迎えています。 かつては CD の売り上げがアーティストの成功を図る指標でしたが、現在ではストリーミング再生数や SNS での話題性が重要な要素となっています。特に若い世代は、物理的なメディアよりもデジタルプラットフォームを通じて音楽を楽しむ傾向が強く、この変化に適応したアーティストが成功を収める時代となっています。ナンバーアンダーラインアイは、このデジタルシフトをいち早く捉え、 ファンと直接つながる手段として SNS を最大限に活用してきました。それだけでなく、彼らはメンバーそれぞれが独自の SNS アカウントを持ち、ファンとの対話を重視している点でも他のグループとは一線を画しています。しかし、この成功が永遠に続くわけではありません。音楽業界の競争は激しく、次々と新しいアーティストが登場します。 その中でナンバーアンダーライン愛が今後もトップにい続けるためには、さらに新しい挑戦が必要となるでしょう。彼らのファン層は幅広いものの、特定の楽曲に頼りすぎると、その魅力が一時的なものに終わってしまう可能性もあります。そこで、彼らがこれから取り組むべき課題の一つは、音楽的な進化を続けつつも、ファンとの絆をどのように深めていくかという点です。現在の成功を土台に、 どのようにして次のステップへ進むのか。これこそが、今後のナンバーアンダーライン愛にとって最大の課題となるでしょう。さらに、音楽以外の分野への展開も考えられるでしょう。近年、多くのアーティストが映画やドラマ、ファッションなど、音楽以外のエンターテインメント分野に進出しています。ナンバーアンダーライン愛もまた、その影響力を生かして他の分野での活躍を広げていく可能性があります。 特に、彼らのビジュアルやパフォーマンス力は、ファッション業界でも高く評価されており、今後のコラボレーションやブランド展開が期待されています。このように、多方面での活動を通じて、さらにファン層を拡大していくことが、長期的な成功の鍵となるでしょう。最後に、ファンの存在こそが、ナンバーアンダーライン愛の成功を支えている最大の要素であることを忘れてはいけません。 彼らの楽曲が広く愛される理由の一つは、ファンとの強い結びつきにあります。リリースのたびに、ファンたちは熱心に楽曲を聴き、SNS でシェアし、ライブにも足を運びます。このような積極的なサポートが、ランキングでの快挙を実現させたのです。そして、このファンとの絆を今後も大切にし、感謝の気持ちを忘れないことが、彼らのさらなる成長につながるでしょう。 今回のオリコンランキングでのトップ5独占という快挙は、ナンバーアンダーライン愛が現代の音楽シーンにおいて非常に重要な存在であることを再確認させてくれるものでした。彼らの音楽が持つ力、ファンとのつながり、そしてその背後にある努力と革新。このすべてが、彼らの成功を形作っています。しかし、この成功は一つの通過点に過ぎず、彼らが次にどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、 今後も注目が集まることでしょう。